はい、今日はね、アルファベットのまとめっていうことにしようかな。ね。もう一応 A から Z までは、やったんだよね。だからちょっとまず読んでみて、その後まとめてみようか。ね。いくよ。A、B、C、D、E、F、G。ちょっと変なもあれだけども、ね、読めるでしょ？まあ、A ね、B ね、C、D、E、ちょっと見にくいかな。F、G ね。その次、H ね、これは H じゃないんだね。H ね。I、J、K、L、M、N。これなんか小文字みたいな感じだけどね。O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X。これなんてうまいよね。よく。Y、Z。ね。いい？ A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z。ね。アルファベットっていうのはね、本当に大切でね、アルファベットをまずきちんと発音できるようになればね、本当に1年でやることの本当にかなりの部分ができたと思ってもいいんじゃないかな。それぐらいすごく大切よ。アルファベット毎年ね、中学生に教える時読んでもらうんだけども、最初からねもう間違ってる人結構いるんだよね。 A、B、C、D ね、そんな感じ。 A なんだよね。本当に基礎の基礎だからね、アルファベットっていうのはねすごく大切ね。 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z。発音についてはね、前のとこでやったんで、今日はね、あれだけやりましょう。アルファベットのまとめっていうのかな。ちょっと待ってね、ここに小文字を書いといて、小文字はね、半角じゃなくて、ローバーケースか。これで小文字になるはずでね。アルファベットね、いくつかに分類できるわけよ。例えば、A ってつくやつがあるじゃない。ね、A ってつくやつ、ね。あるいは E ってつくやつがあるじゃない。それ選んでいこうか。あと、え、なんとかってなるやつあるよね。あと、あいってなるやつがあるよね。あと、ゆうってなるやつあるんだね。ゆうはね、発音記号で JU って書いて、これ点々打つから。これで、まあ、例外っていうのもあるんだよね。これぐらいに分かれるんじゃないかな。ちょっと最初から言っていくよ。えいだからこれでね。何文字書こう。小文字書こうか。ね。えい。B は、E でね。これで C は C でね。E でね。D も E でね。F はどれかっていうと、これか。ね、F。え、なんとかでしょ。G。G は G と E でね。G。H。H は E じゃないよ。これじゃないよ。これでね、H、H、これで、I はこれでね、I、H、I、J、ね、J じゃなくて J だからね、これでね、J、K、これでね、L、L はこれね、M、これもこれでね、M、N も E、N でね、N。O は一応例外にしようかな。ね。O。
これで P は E があるから、これでね、P、ちょっと待ってね、あれ、P か、P。Q、Q は U でね、Q。あ、違う、こうか。Q、R、R も例外にしようか。R、あれ、R。S、S はこれでね、S。S。T, E でね。T, U, U でね。U, V, V じゃないよ。ね。V, E なんでね。V, W, W, U だから、これでね。W はね。W っていうのは言ったと思うけども、これ、V が2つあるんじゃなくてね、U が2つあるのよ。だから、W, U なんでね。W, U, W, U。W, U, W ね。W, X。X はこれにやっとこうかな。X。これで Y。これでね。Z。Z は最後。これでね。ちょっと全部読んでいくよ。ね、横にね。A, H, J, K。B, C, D, G, P, T, V, Z。F, L, M。N, S, X, I, Y, Q, U, W, O, R。ね、これで26あるはずなんですわ。だからね、K なんでね、K って言っちゃうけど、英語にはね、A っていう音はないから。ね、A って伸ばすような音。先生とか、日本語ではね、よく A って使うけどね、先生って言わないじゃない。先生って言うじゃない。ね。A って伸ばすんだけども、英語にはそのね、A って伸ばす音はもう一つもないから、もちろん外来語としてはあるんだけどもね、本来は、まあ、学校で習う単語ではないですからね。A じゃなくて A ね。ね。それだけ注意してもね、英語らしく聞こえるようになるからね。これでなんでこんなことやってるかっていうとね、アルファベットをやって、その次単語をやるんだけどもさ、例えばこういう単語あるじゃない。ね、これが単語なのよ。アルファベットがいくつか集まって単語になるわけよ。その時ね、どう読むかっていうと、D, E, S, K とは読まないわけ。ね。かかってしょうがないじゃない、時間がね。D, E, S, K じゃないわけ。どう読むかっていうと、まず D みたいなやつはこのパターンでしょ。E でしょ。だからこれを引くわけよ。D から E を取るわけ。ということは、でだよね。あとも同じ。B からぶ、ああ、違う。E を取るわけ。ね。ぶ、ず、になるわけ。E を取るわけね。だからこれだけの音は、で。ここで E は、あ、そうか。E とかどこやったっけ？E はこれだよね。ABCDE はこれだよね。ごめんなさい。E はこれだよね。ここ入れとかなきゃいけないんでね。E はね、えって読みます。こういう時はね。ね。E って読む時もあるんだけども、え、こういう時はえって読んで。ね。ほいで、S は今度はえ、なんとかだから、えを取るわけよ。ね。F、L、M、N、S、X。えを取ったら、ル、ン、ン、ス、クスってなるわけ。ね。だから、スだよね。これはね。K はここのパターンだから、A を取るわけ。ね。A から A を取ったらなくなるけども、H だったら、チになるよね。ほんで、J だったら、ジになるよね。ほんで、K だったら、ク、A だから、クになるよね。だから、全部合わせて、で、え、す、く、ってなるわけ。で、え、す、く、で、え、す、く、で、え、す、く、で、す、く、で、す、く、ね、デスクってなるわけ。ね。だから、そのためにこれをやったわけよ。ね。もう一回最後にちょっと読んどこうか。いくよ。A, H, I, K, B, C, D, E, G, P, T, V, Z。
FLMNSXIYQUWOR ね。はい、じゃあ終わりましょうか。あとホームページにね、いろいろ教材みたいなものがありますから、まあ興味があったら来てください。ソフィア英語専門教室、専門塾かで検索すれば入るし、キャンプサイダーって検索してくれても行けますね。はい、じゃあ終わりましょうか。